耳から学ぶ鶴光一さんのメッセージ18、その間にあるもの、危機物語。自分の想念をよく観察していると、私たちの肉体は感情によって行動していることがわかります。あなたが感情的に反応するところがあなたのニュートラルでないところです。とっさに態度を変えている自分に気づくと、自分を感情に自動反応するロボットとして感じ始め、自分の反応がおかしく感じ始めます。そんなあなたはもうあなたの感情体の外から自分を見ているわけです。起きてくる出来事に過剰に反応する場合、その原因を探ると、自分の中に反応しているエネルギーを見つけることができるようになります。自分がエネルギー使いであったことを思い出してください。そんな自分にとって役に立たなくなったエネルギーはすぐに抜き取ってください。もう次からはその同じ現象に反応しなくなっている自分を発見するはずです。今というこの時は浄化の時です。幸せになろうと意識する代わりに浄化にフォーカスしていてください。豊かになろうと努力する代わりに自分の浄化に努力を傾けてみてください。いつの間にか豊かで幸せになっている自分を発見することでしょう。今は何かをする時ではありません。未消化の感情を手放す時です。自分がしまい込んでしまったことを忘れ去った価値観を思い出す時です。21世紀の新人類と我々旧人類の最大の違いが死に対する価値観の違いです。死は最も忌まわしいものという考え方から、死は最も素晴らしいものと、その価値観が反転していくことでしょう。ここで少しの時間、死は最高の人生の祝福という言葉に意識を止めてみてください。そしてあなたの中で生起してくる感情と想念をしばらく感じてみてください。果たしてどんな感情が起きてきたでしょうか。それはあなたにとって心地よいものでしょうか。それとも恐れの感情も入っていたでしょうか。死とは魂の飛躍の瞬間であり、急激な魂の成長がもはやこの肉体にとどまり続けることが不可能となって起きてくる現象であると知ったとき、あなたの中の価値体系がすべて崩壊してしまうかもしれません。どんな死に方であれ、例外なしに死とは魂の急激な成長の時であるなら、葬式は結婚式以上の晴れやかな儀式となるはずです。もし葬式をするならばの話ですが、死が魂の最高の祝福であると聞かされた時、そんな考えが広まったら自殺者が増えてしまうとか、死を軽んじてしまうと不安を感じる人も多いと思います。死を軽んじてしまうオカルト的宗教が非難されたように、死は素晴らしいことだという考え方は危険思想と判断されて当然です。ですが時代は今その方向へと進んでいます。誰も死を恐れなくなる方向へ。死を嫌う価値観が死に対する恐怖を生み、強烈な死に対する恐れが死そのものを引き寄せ続けました。こうして大量の人の死という末期症状へと人類は暴走を始めています。人類の一人一人のささやかな足りないという想念が集合意識の足りないという想念を形成し、地球が今急激な資源枯渇化へと突き進んでいるように、私たちは自分たちの強力な想念の力をそろそろ思い出さなければなりません。地球が自己崩壊を起こしてしまう前に、我々の目に映る映像のすべてが我々自身の想念の反映です。地球の自然破壊は我々自身の自己破壊の表れです。死は素晴らしいことだと聞かされたとき、それは危険思想だと感じている部分が自分の中にあるならば、それこそが自分の中の死を恐れる根っこであることに気づいてください。あなた自身が死に対する価値観をどう持っていくのか。死は悪しきものという価値観が悪いというわけではありません。生の何たるかを味わうためには絶対に欠かせない考え方です。ですが恐れから完全に解放されるためには手放しておく必要があります。普段の生活の中で怖いという想念の上がってくるところをチェックしてください。どこから
その想念が上がってくるのかを、自分の中にある未消化のマイナスエネルギーの掃除をしてください。今、自分が無限に広がった空間であると想像してみてください。その無限の広がりが自分を見ようと決めました。自分の中心に意識を集中化させました。意識が反転して映像が見え始めます。まるでピンホールカメラのように、あなたは今自分自身の中を覗き込んでいます。ピンホールカメラの内壁、ブラックボックスの中を覗き込んでいます。あなたが見ているすべてが自分です。このことを瞬間たりとも忘れない、そんな自分に挑戦してみてください。全く新しい自分が見え始めることでしょう。新しい自分がやってくることでしょう。今という未来から。ピンホールカメラと呼ばれるブラックボックスの中に意識を落ち込ませているあなたは、本質から見れば死であり、転倒した世界に生きています。生と死は、一つのものの表面と裏面です。分けて存在させることはできません。死という偏った見方から離脱するときです。片面から見て、一つのものを認識することは不可能です。あなたが、乾電池のマイナスサイドのみを取り出して何かを識別することがないように、死という片面のみについての議論には、全く意味がありません。私たちは、いよいよこんな偏った物事の認識の仕方から離れ、二極を一つとみなす新たな認識形態を手に入れる時を迎えています。我々の本質は、生でもなければ死であるわけでもありません。生と死、その間にあるもの、それこそが我々の本質そのものです。そのどちらでもなく、その間にいて永遠であるもの、そのいずれかであるわけではなく、その間にいて、それを感じているもの、そしてまた、その両方であるもの、それこそがあなたです。プラスとマイナスの間にあるもの、陰と陽の間にあるもの、善と悪の間にあるもの、そして、その二極を顕現しているもの。この世界を現実として捉える人には、この二極の間は、鋭角的に尖った先端で、その頂に立ち上がることはできません。ですが、この世界を、自分の内面を映し出す鏡であるとしてだけ捉える人にとっては、その鋭角的先端が徐々に丸くなり、やがて平らな平地として、その面積が広がっていくのを感じることでしょう。すべての現実を、もう片側からだけ見るのをやめることです。あなたの感じる感情は、あなたサイドから湧き起こってくるものです。反対サイドから見れば、また違った現実がそこにあります。反対サイドに立ってみるには、二極の間に立ちはだかる壁をよじ登る必要があります。あなたが価値観を強く握っていると、この壁をよじ登ることはできません。価値観の壁の高さを低くすることが先決です。価値観の壁が低くなればなるほど、容易に反対サイドに回り込むことができるようになります。価値観の壁が低くなり、最後には平らな平地となったとき、一つの現実には、無限の側面があり、その数だけの人間がいることが分かってきます。実は、この宇宙には今しかなく、あなたの周りにいる人は、自分のパラレルワールドの中の自分自身に過ぎないのだと分かってきます。あなたとは、その肉体の中にあるものではなく、あらゆる二極の間にあるもの、その間にあるものこそ自分であることが分かります。あなたの思考の反射として、相手の言葉が聞こえてきます。今ここにいて、起きてくる現実に反応している自分を観察してください。それこそがあなたのすることです。それこそがあなたの役割です。自分を救うこと、それが地球を救うこと。そしてそれこそが宇宙維新であるようです。反応しているところに、あなたのまだ手放していない価値観があります。もう、どんな考え方も必要ではありません。次の挑戦は瞬間です。今という時間の単位を瞬間に置き直してください。瞬間たりともムッとしない。ほんの瞬間にもイライラ感じない。そんな挑戦です。それには感情が起きる以前の自分の反応を知る必要があります。どう生きるかではなく、どうあるかです。もう人が作った世界に住みたくないのなら、あなたのすることは今、あなたを救うことです。
自分を眺め続けてください。反応している自分に気づき続けてください。機械仕掛けのように、すぐに判断を開始する自我を見張ってください。あなたが反応する出来事は、無意識的に機械仕掛けのように、過去の価値観によって作られたものです。つまり、他人によって埋め込まれた観念に基づいて作り出しているものです。あなたと神の間にあるもの、二極の間にあるもの、それがあなたの想念です。あなたの思考こそが、この宇宙の始まりであったことを思い出してください。